すごい美味しそう。ラーメンじゃないよ。チーズコロッケって感じ。ラーメンの味しないわ。みなさん、こんにちは。シトアナです。カップヌードル謎肉祭り、今年で6代目だそうです。前々からやりたかった企画で、カップヌードルをそのままコロッケにしたらうまいんじゃないの、ということで今回はカップラーメンをそのまま丸ごとカラッと揚げる謎肉祭りコロッケを作ろうと思います。開けてみましょう。でかいすごく大きい。謎肉についても書いてある。代替品のお肉なんだね。知らなかった。よいしょ。おー、ドッグフードみたいだね30粒くらい入ってんじゃないかな。味もちょっとどうなってるか気になるところだね。楽しみだね。もしかして蒸らし時間長かったりするの？これも3分なんだ。すげえ肉まみれだね。なんかさ、すごいネギ？ニラがすごい多い感じがするんだよね。いつものと変わんない感じ。このラーメンちゃんを、ばばばばばば。お！よいしょ。切ります。よっよっ、カップに戻します。こうやって見ると、すごい量だな、これ。ちょっと食べてからやった方が良かったんじゃないかっていうね。オッケー。ここにチーズを、ジュンジュン。ほう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 。かき混ぜます。よいしょ。結構難しいかも。よい。ラップをして、カチコチになるまで冷凍しまーす。見て見て。このまま多分ね、もう無理だと思うんで。うん、無理だ。切ろう。超硬いんだけど、待って、これ。ちょっと。あー、すごい壁みたい。揚げる準備をしていきます。よし、じゃあ、お粉をつけメス。つけメスだって。つけメスってなんや。こんなもんでしょうな。溶き卵を上から、あら美しい。なんかこれなんだろうな、何してる人だろう。私ちょっと今日陶芸家みたいな気持ちになるな。よいしょ。下もこうつけてね。よいしょ。よし、卵ついた。面白いお料理動画いっぱいアップしてるので、ぜひ見てください。チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくね。待て待て待て、おお、あ、無理だ、はみ出てるねちゃんと美味しそうにね、揚がることを夢見て。謎肉祭りコロッケです。フォルムがとっても可愛いですね。あ、すごい詰まってる感じがする。いや、想像通りの見た目なんだけど、美味しそう。なんかこの辺チーズがさ、溶け出してて。いただきます。ちょっと大きいんですけど、ピザみたいな感じで。よっ、うまっ。うーん、ラーメンじゃないよ。チーズコロッケって感じ。ラーメンの味しないわ。え？ラーメンじゃない？え？違うな。でもやっぱ言われなかったらラーメンだってわかんないかも。これ謎肉にしたからこその味わいがあると思うんですよね。じゃあいただきます。よっこらせ。お肉があるとジューシーさを感じるね。食べ応えがある。食感が全部うにゃうにゃだとやっぱ飽きちゃうじゃない。でもお肉があることによって飽きずに済んでる感じがする。果たしてどうなんでしょうね。焼きそばそんなわけで今日は謎肉祭りコロッケ作ってみたんだけど、美味しかった。ぶっちゃけね、甘く見てたの。コロッケらしいコロッケの味がした。で、やっぱ謎肉にしたおかげでお肉もちゃんと入ってて、より料理っぽい感じがしたね。皆さんもぜひ試してみてください。では次の動画でお会いしちゃうぞ。シトアナンでした。バイバーイ。